ドイッチュラントとは、ドイツ連邦海軍の練習艦である。同系艦は建造されていない。ドイツ連邦海軍の艦艇識別不評では440型練習艦とされる。ドイッチュラントは、平時には、主艦候補生の訓練公開に従事するが、戦時下では、兵員輸送や、移動病院、機雷施設や、戦乱護衛などの多様な任務に投入することを前提に設計された。 主観候補生のための居住区画や教室などのスペースを確保するため、戦隊の割には軽武装となっている。またドイッチュランとは、建造当時はドイツ連邦海軍最大の艦であり、後にベルリン級補給艦が建造されるまでその地位を保っていた。上記のようにドイッチュランとは、戦時下においては、嫌い不説や、 戦団護衛のような明確に戦闘が予想される任務への投入を考慮して設計されたため、練習艦としては重装備となっている。手砲は、フランス製の55口径 100mm 砲を艦の前後に2機ずつ搭載している。対空機関砲としては、ブレダ車製の70口径40平方 mm 連装機関砲と、 母砲姿勢の70口径4 0ト、mm、ル単装機関砲が2機ずつ装備されている。対戦兵器としては、艦の左右両限に、可動式の5 3 3トル魚雷発射管2機ずつと、艦尾に固定式の5 3 3トル魚雷発射管2機が装備されていたが、艦尾の魚雷発射管は1970年代に撤去された。また、 4連装 375mm 対戦ロケット砲と爆雷投下機場が2機ずつ装備されている。ほぼ同時期に収益していたハンブルク級駆逐艦やケルン級フリゲートと共通の兵装が搭載されている。ただし、艦隊艦ミサイルや股間防空ミサイルなどのミサイル兵装は退役するまで装備されなかった。ドイッチラントの推進軸は3機あるが、 機関は全く異なる2種類の機関が混載されている。そのうち左右の2軸は、ディーゼルエンジン2機で駆動させる、コダットで、左右の推進軸にはそれぞれメルセデス・ベンツ製16、気筒4ストロークディーゼルと、マイバッハ製16、気筒4ストロークディーゼルが1機ずつ、連接されている。ただし、メルセデス・ベンツ製、ディーゼルエンジンは、後の回収によって、マイバッハ製、 ディーゼルエンジンに乾燥された。残る中央推進軸は2機の和放ダグ製ボイラーと1機の和放ダグ製ギヤードタービンで駆動させる蒸気タービン機関になっている。ABCDEFGHIJGLORALSECURITY.org タイプ440ドイッチランドクラストレーニングシップ。ありがとうございます。